はい、皆さんおはようございます。おはようございます。はい、本日は沖縄に来てるんですけど、素晴らしい景色。はい、まあこの後帰るんやけどね。はい、はい、まあ急遽ね、はい、まあ急遽というか、まあ皆さんにご報告があって、12月ね、14日、17時40分かな、はい、受付開始は、はい、開演が18時、東京講演会、はい、開催決定しましたので、そのご報告を急遽取らせていただいてます。素晴らしいです。まあね、延期になってる大阪公演もあるんですけど、はい、まあ、これはねちょっと会場の兼ね合いがあって、これも会場が、OK で次第、はい、開催するということで、決まっておりますので、ぜひそちらもお楽しみにしていただければなと思います。よろしくお願いします。でですね、今回の12月14日の東京講演会は、はい、特別ゲストをお呼びしてます。リラクル創業者の竹野内社長に、来ていただくことが決定しますので、ぜひ皆様楽しみにしてください。楽しみにしてます。はい、なんかね、いつも結構ね、俺の講演はこう考え方であったりだとか、そうですね、まあ、物事の捉え方であったりだとか、はい、を中心に喋っていくんですけど、はい、今回はねガチガチのビジネス系になると思うんで、はい、まあ、実際に270億円っていうね、そうですね、お金を手に入れてる竹野内社長ですから、はい、竹野内社長にしか伝えられないことあると思うんで、そこも僕がね、はい、皆さんの気になるところを掘ってね、はい、掘って掘りまくって楽しみにしてます。聞いていきたいと思うんで、はい、そちらも楽しみにしていただければなと、はい、思います。楽しみにしてます。まあ、本当にね、人生って、はい、まあ、少しの行動とか、はい、少しのね考え方で僕本当に変わると思うんですよ。そうですね、僕自身も今に満足してるわけではないですけど、はい、やっぱり少しの行動とか、はい、少しの考え方の違い、変え方で本当にね、人生豊かに、なりました。なんで皆さんもね、ぜひね、今くすぶってる人だったりとか迷ってる人だったりだとか、まあ、若い方たちだと夢をね持ってる人たちがねたくさんいると思うんですけど、まあ、そういう人たちのね、まあ、一歩を踏み出す何かにね、きっかけにねなればいいと思ってるんで、ぜひね、当日12月14日来ていただいて、何か、得て帰っていただいて、ね、5000円というお金ですけど、自分のね5000円で自己投資をして、はい、そうですね、障害年俸をね、はい、本当に上げてほしいんで、上げていきましょう。ぜひね、はい、まあ、来てよかったって、そうですね、言っていただける自信もあるんで、はい、ぜひね、はい、当日来ていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、今日はこんな、まあ、今から帰るんですけど、そうですね、最高の景色です。はい、急遽もうこの後すぐこれアップされると思うんで、はい、ぜひ皆さん概要欄にね、はい、お申し込みの URL を貼っておきますんで、はい、でもね、今日は、今回は、500名様限定なんですけど、限定でね、はい、まあいつもすぐ埋まるんで、はい、ぜひお早めの、そうですね、はい、早めでいただければと行きましょう思います。ありがとうございます。以上になります。よろしくお願いします。はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。